いっぱいの住宅がたくさんありますよ。あ、ここに図書館があります。設置をしたのは2019年の9月からになります。で、きっかけなんですけれども、私自身が持っている、もともと持っていた本が500冊ほどありまして、まあ、その本をですね、使って地域の人と交流をしたりとか、地域の人のこう拠り所の一つになるような小さな場所を作りたいなと思って作りました。はい、そうですか。塚田さんはもともと北海道でしたか？もともと神奈川県で、はい、生まれ育って、はい、30歳の時に北海道に移住してきました。ここ最近はコロナウイルスの関係で、公共図書館が閉まっていることが多くて、その中で近所の子どもたちが、借りに来てくれるっていうことがとても多くてですね、それはすごくやってよかったなって思う、はい、ことの一つでありました。はい、この本もおすすめです。はい、で下の段に児童書があって、はい、中段の方に一般書、大人向きの本であって、子育て世代の人が読めるような貸し出しカードがあります。小さな方の仕組みなんですけども、はい、ここに貸し出しカードが入っていまして、本を選んでもらって、ここに借りた人、本の名前、あとお名前と連絡先を書いてですね、ここに入れてもらう仕組みになっています。ですね。はい。はい。そして本を持ち出していただいて、お家に持って帰っていただくという形になります。うん、この。で、本の中に、このような、私の一冊っていうしおりが入っています。で、必ず本一冊に一つ入っています。で、これは、この本を持っている、私であったりとか、その本を紹介してくれた人のメッセージが書いてあります。おすすめポイントですね、この本の。で、読んだ人も中に書き込めるような仕組みになっていて、この狙いが本を通して、はい、人と人がこう交流してもらえたらなっていう狙いでやっています。それはでは次の方が借りた場合にも読める、はい、読めますね。例えば、はい、貸し出し期間は2週間になっていて、ここから自由に持って行ってもらって、カードを入れて、で、返却するときは家のポストの方に随時入れていただけたらなという形でやっています。はい、ここに、小屋の中に入っている本は定期的に切り替えてます。季節であったりとか、社会の情勢に合わせて私の方で選書をして、ここの中の本を切り替えて貸し出しています。この本はとても子どもたちに人気の本で、はい、読んでくれた子どもたちの感想が中に書き込まれていて、これがどんどん溜まっていくような感じになっています。はい、あ、すごい、連絡帳。そうですね。へー、いいテアですね。こういう図書館っていうのは、ご自分のアイデアとか何か参考になるものあったんですか？はい、個人がですね、はい、こういう小さな図書館を作るというのは日本各地でたくさん行われていて、かつては家庭文庫であったりとか、ね、はい、子供文庫であったりとか、今ですと、マイクロライブラリーとか町ライブラリーっていうような名前に変わって、うん、いろんな形で行われています。で、私もそういった活動を参考にしながら作りました。で、小さな方の特徴としては、はい、家の中にあるわけではなくて、こういう道の道路際にあって、はい、まあ、まるで農家さんの無人の、はい、野菜の販売所みたいに、気軽に手に取って
で好きな時に来てもらえるっていうのを、特徴としてやっています。あ、で冬の間は、はい、北海道ですので、11月から4月までは、雪があるのでお休みするんですけど、個別貸し出しという形で、直接メールのやり取りで、貸し出しを、長期の貸し出しもやっています。指名貸し出しっていうのをやっていまして、はい、小さな方で作っているブクログの中で蔵書の検索ができるんですけども、うん、その中の本を借りたいというふうに指名していただければ予約という形になって個別に貸し出すこともやっています、はいはい、すごいアイデアびっしりの図書館ですね小さいんですけれども、そこは機動力を生かしていろんなサービスができたらなと思っています。大人から子どもの本もいっぱいある、何貸し出しカード、はい、これを借りて、あ、これがカードですね。あ、よいしょ。さあどれ借りてこうかな。水玉歴史書。ではちょっと借りてお借りしていきますね。はい。あれ書いたらこのカードをここへ入れます。はい。入れます。で戻してこの本の中には、小さな本ってメッセージが入っております。どのくらいの間借りられるんでしょう。今日は14日、2週間借りられるようですね。よかった。じゃあゆっくり読んできましょう。よいしょ、大使にお借りします。では、これからのこう希望とか思っておられる方。はい、図書、自分が持っている図書であったりとか、誰かが勧めてくれた図書をですね、地域の人に貸し出すっていう、図書館のような、役割と、あとは私自身がもともと学芸員だったので、はい、博物館的な活動、自然観察会であったりとか、地域の歴史をご案内するっていうような、私が案内人となって、企画するイベントみたいなのを並行して、やることで、はい、少しこう活動に広がりを持たせるのが今後の、目標になってます。はい、ですね、実は博物館と図書館はすごくつながりがありまして、例えば皆さんも想像してもらうとわかるんですけども、例えば植物を調べたいって言った時に、こう道を歩いていて気になる植物があった時に、やっぱり皆さん、今インターネットがね、普及してますけども、やはり本を見て調べたりとか、なんでだろうと思ったことを本、で調べるっていうことが多いと思うんですよね。で、そういった形で私も自然観察会とか野外でのフィールドワークの中でうまくこう図書を自分の持っている図書を有効活用して、本とそのフィールドワークをこうつなぎ合わせるような活動をしていきたいなと思って、はい、あえて図書館と博物館を施設で作ってみたということになります。はい。博物館にもいろいろあるかと思うんですが、はい、塚田さんの分野的に言うとどちらの分野になりますか？私のもともとの分野は地理学になっていて、それこそフィールドワークを重点的にやってきた、ことが経験としてはあるんですけれども、やはり植物、植生ですね、その植物がこう育っているその場所の環境を調べたりとか、で、なんでその植物がそこにあるのか、人間との関わりとか、そういったことを中心に、研究してきました。はい。この小さな方がどん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 地域の皆さん、市全体の皆さんにも利用されるようになるといいですね。もっとよりいろんな人に、使って利用してもらえたらなと思っています。散歩町の小さな図書館、小さな帆。さあ、地の大海原へ漕ぎ出そう。